クライス地図帝国クライスとは、新生ローマ帝国で16世紀に確立した統治システムである。帝国を複数の帝国盗賊を包含した10のクライスに分け、乱と平和に当たった。平和破壊活動の規模に応じ、隣接するクライスと共同で、その平定に当たることもあった。クライスという言葉は、現在も行政単位として用いられており、日本語では一般に、 軍と訳されている。ただし、本校でのクライスはすべて帝国クライスを意味する。帝国クライスの治安維持活動により、弱小盗賊単独では、対応が困難であった、大規模な平和破壊活動に対処することが可能となり、いたずらな戦果の拡大を防げるようになった。また、クライス会議を通じて、地域行政の調整を行うことで、帝国の連邦的性格を決定づけた。 帝国クライス制度は、いわゆるアウクスブルクの宗教和議で、名高い1555年のアウクスブルク帝国議会で審議され、発令された帝国執行令で一応の完成を見た。しかし、この制度は帝国統賊と皇帝の中間で機能するシステムであり、両者の力関係から、その位置づけは帝国執行令以前も以後も時代と共に変遷している。 例えば、防衛は創設時にはその管轄外であったが、帝国末期には防衛も担うようになった。特に、フランスに隣接する地域では、ハプスブルク家の士兵と化した帝国軍に代わって、クライス軍が帝国防衛の主戦力となった。皇帝ベンツェルいくつかの帝国盗賊を包含した、ブロックに帝国を分け、地域の治安維持に当たらせる発想は、 皇帝ルドルフ一世の時代に遡る。1287年にルドルフは公共平和のために地域に基づき両方をグループ化する試みを行っている。これは大空位時代に政治的混乱から治安が悪化したことにより自発的に生じた帝国統属間個別の名約を帝国レベルで整備し直し安定を図る試みであった。また、都市同盟を結び帝国と 独立した動きを示そうとした有力都市を建制する意味もあった。ベンツェル帝は1383年に帝国平和名約令を発令した。これは帝国を4つのパルタイに分け、他からの攻撃に対して相互保護を行うという内容のものであった。しかしこの政策はその背後に都市同盟解体の意図を察知した有力都市が参加しなかったため、 実効性を持たないまま収束した。その後、1388年に諸侯と都市同盟の対立が顕在化し、その直接対決の結果、都市同盟が力を弱めたため、ベンツェルは、翌1389年に再度、帝国ラントフリーデレーを発令した。今度は、フランケン、バイエルン、シュバーベン、チューラインの4つのアイヌンクに分け、各、アイヌンクは、 諸侯四人、都市代表四人、国王が任命する長官一人からなる九人、委員会を設け、裁判、刑の執行、治安維持のための援助要請を行うとした。しかし、多くの帝国盗賊にとってこのラントフリーデレイは、都市同盟解体のための方便に過ぎず、その目的を達成した後は形外化していった。皇帝ジギスムント1415年、帝国改造を掲げた皇帝。 ジギスムンとは、コンスタンツの帝国議会で、国王裁判権の強化を訴えた。それに伴い、帝国を四つのタイル、すなわちに分け、国王が派遣する指揮官が、その平和維持、判決執行を行う政策を提案したが、諸侯の反発が強く実現はできなかった。一方、1438年には逆に諸侯の側から、クライスの提案があった。この案では、 帝国を四つのクライスに分け、有力諸公の指揮下にある指揮官が平和維持及び、刑の執行を行うというものであった。この案に対して国王は、という修正案を提出した。これらクライスを管理する、指揮官、ひいてはその上位に位置することになる、有力諸公の影響力を減じようという策で、帝国都市は、総論賛成、各論反対の立場を取り、諸公は強く反発したために、 クライス案自体が不成立となった。皇帝マクシミリアン一世帝国運営に無関心であった皇帝フリードリヒ三世が亡くなり、マクシミリアン一世が新たに定位につき、帝国改造の機運が高まった。マクシミリアンが皇帝主導での帝国の秩序回復を目指したのに、対しマインツ大司教ベルトルトフォンヘンネベルクは公共の秩序を維持するためには主要な諸公が、 帝国の意思決定に継続的に参加する必要があると主張していた。こうした皇帝と諸皇との間で、乱と平和の主導権争いが行われる中、1495年に永久乱と平和令がボリムスの帝国議会で決議された。その実務機関として、諸皇の影響下に置かれた司法組織である帝国最高法院が設けられた。また、 1500年のアウクスブルク帝国議会で帝国盗賊の代表者が帝国の運営に参与する常設委員会として帝国統治委員が設けられ、その参議官任命のための地理的区分として6つのクライスが設定された。しかし帝国統治委員は皇帝の反対や有力諸行の無関心から資金調達が困難となり、わずか2年後に解散し、帝国最高法院も有効に機能しなかった。 1507年のコンスタンツ帝国議会では、帝国最高法院改革として、帝国大帳を作成して、財政基盤を強化し、売席判事選出の地域区分としてクライスを活用することが決議された。この時点では、クライスは選挙区としての役割しか持たず、行政上の効力は有していなかった。しかし、マクシミリアンは、皇帝主導の治安維持構想を放棄したわけでは、 なかった。1500年に選挙区として設けられたクライスに国王が任命する指揮官を廃止、治安維持機能を持たせるという提案を1510年の帝国議会で行い、帝国盗賊の反対にあった。さらに、1512年の帝国議会では国王の任命する指揮官の上位に帝国指揮官を置き、平和維持、刑の執行、防衛を行うこととする。 という修正を加えた帝国クライス構想を再度提案した。帝国盗賊はこの提案に対してという修正案を提示した。マクシミリアンもこれに合意し、治安維持機構としての帝国クライスが成立した。しかし、この時点の帝国クライス制度は指揮官の職責や権限について明確な規定が設けられておらず、制度としては不十分なものであった。実際、 1515 15年にフランツフォン実金元が帝国追放に処せられた際、該当クライスであるオーバーラインクライスは、K の執行に全く非協力的な態度に終始した。フェーデの抑止力としても無力で、K の執行、平和維持のいずれの機能も十分に果たしていない状態であった。皇帝カール5世ヘッセンホーハクフィリップ1世1519年に、 皇帝に即位したカール五世は、1521年に帝国統治院を復活させ、帝国最高法院に新たな法的基盤を与えた。そうした上で、翌1522年にラントフリーデレーを発し、帝国統治院の執行機関としてクライスを位置づけた。クライスの指揮官を臨時職から工場職とし、平和破壊活動の現行犯に対しては、帝国レベルでの裁判を待つことなく、 クライスレベルで処遇を決定することをカとするなど、クライスの権限は大幅に増強されたが、その本体となる帝国党地位は早くも1524年には活動を停止し、1530年に廃止された。ところが、1530年にアウクスブルク帝国議会で決議されたタイオスマン帝国軍の編成に際し、帝国盗賊の分担兵がクライスごとに編成され、 クライスの定めた集合地に派遣され、クライス指揮官の指揮下に置かれた。この時点で、クライスは帝国統治院の執行機関であるのだが、本体である帝国統治院が機能していないにもかかわらず、軍編成の基盤となっていることは、注目に値する。ただし、この時、実際にクライス会議を開いたのは、バイエルン、シュバーベン、フランケン、オーバーラインの4つのクライスだけで、 他は、帝国盗賊間の宗教対立などにより、クライス会議すら開けない状態にあった。また、オーバーラインクライスでは、クライス会議は開催されたものの、有力な帝国盗賊である、ヘッセンホーハク・フィリップ一世とシュトラスブルクが欠席し、結局、軍の徴収ができない事態に陥っていた。この時は、オスマン帝国との間に休戦条約が締結されたため、 実際に派兵は行われなかった。1532年、休戦条約執行に伴い新たな軍の編成が必要であり、まず7月に宗教問題は1532年以後最初の帝国議会で優先的に協議するという内容のニュルンベルクの和訳によって宗教対立を棚上げした後、7月15日にクライス会議を行い、 8月に軍を集結することが決議された。前述のオーバーラインクライスでも、今回は帝国議会の決議通り7月15日にクライス会議が開催され、軍の派遣が決議された。このように帝国クライスは定着したかに見えたが、これは帝国議会の命令下のことであって、地方の自主的な平和維持活動という本来の目的では未だに、 その機能を十分に果たしているとは言えない状態にあった。それは1534年に最先例派京都がミュンスターを占拠した事件に示されている。1522年のラントフリーデレーに従えば、ミュンスターが属すベストファーレンクライスに治安回復の権限及び義務があるのだが、実際にはクライス単位での支援は行われず、 近隣の帝国盗賊による援助提供が議論された。しかしその援助規模では十分でないと判断したケルン、選定校及び有利非対抗は、これをマインズでの選定公会議に諮った。この会議でようやくベストファーレン、クールライン、オーバーライン、オーバー作クの4クライス合同会議が決定され、 開催されたのであるが、該当クライスの帝国当族187人中、出席したのは40人に過ぎなかった。あまりの出席率の悪さに、翌1535年4月に、全1クライスの合同会議が招集されたが、これも出席率が悪く、さらに10月に再度行われた合同会議も同様の結果に終わった。 1532年のタイオスマン帝国軍招集と1534年のミュンスター選挙事件からが浮き彫りとなっている。フェルディナント一世1537年タイトルコ戦争への援助を取り付けたいローマ王フェルディナント一世は帝国クライス会議の開催を格索した。これは帝国議会を開催した場合には先のニュルンベルクの和訳の規定に従い宗教問題を 優先的に協議せねばならず、タイトルコ戦援助協力を決議できなくなる可能性があることを考慮したものである。これに対して、ヘッセン砲白フィリップは、タイトルコ戦援助は、帝国議会の管轄事項であって、帝国クライス会議での協議事項ではないと強く反発し、ボルムスで帝国クライス会議が開催された同じ日に、ラーデンベルクでプロテスタント諸公を招集した会議を、 開催するという妨害活動を行っている。こうした宗教対立の中で開催されたボルムスでの帝国、クライス会議では帝国議会を早期開催することだけを決議して終了した。これを受けてフェルディナントはシュマルカルデン同盟に接近し、プロテスタント教徒の安全保障と引き換えにタイトル個戦への援助協力を取り付けた。帝国議会の代わりに、 帝国クライス会議を利用しようとする工程ではあったが、ここでもやはり宗派対立が大きな足かせとなり、帝国クライスの体制整備は不十分な状態であった。それでも1542年に開催された帝国議会で帝国一般直接税の徴収業務をクライスが行うこととなった。クライスごとに6人の州税官を設け、徴収した帝国一般直接税により、 クライス軍の維持費をクライスごとに賄うことが定められた。帝国クライスに対して抵抗姿勢を示す帝国盗賊の不満の一つはクライスへの協力希望算定の基準となる帝国大長の不正確さがあった。その見直しは1541年の議会で図られる議題となったのだがタイトル個戦協力問題が優先された結果棚上げとなっていた。 強力な盗賊がおらず、中小規模の盗賊で構成される、オーバーラインクライスは、その修正を特に強固に主張し、1544年、各クライスの代表者が招集され、その見直しのための会議が開催された。ここに至り、クライスは、皇帝や有力盗賊に利用される存在から、自らの財政基盤を持ち、帝国大庁の見直しという帝国レベルの問題に、関する協議に、 その代表者が関わる自律的存在となっていったのである。ビュルテンベルクコークリストフ1554年、クールライン、オーバーザクセン、フランケン、バイエルン、シュバーベン、オーバーラインの6つのクライスに対して、辺境迫戦争を引き起こした、ブランデンブルククルムバッハ辺境迫、アルブレヒト・アルキビアデスに対する帝国追放令の執行命令が出された。その遂行にあたり、 8月にロッククライスの合同会議が開かれることとなった。これに最も積極的に取り組んだのがシュバーベンクライスであった。その最大盗賊であるビュルテンベルクコークリストフはクライス会議に先立ち自ら執行案を作成し、クライス会議内に委員会を設け協議をさせた。その結果、16条からなる不審がまとめられ、ロッククライス合同会議に提出された。ところが、 クールラインクライスは、この問題を全クライスで協議すべき問題であると主張し、審議に入ることを拒否した。そもそもクールラインクライスは、事実上、マインツ大司教、ケルン大司教、トリーヤヒロツカサ教、プファルツ選定校の4人のライン選定校からなるクライスであり、他のクライスに対して優越性を主張していた。シュバーベン提案は、その伝統的な選定校の優位性を無視し、 他のクライスとクールラインクライス等を同列に扱っていたことがその反発を招いたのであった。こうして10月に改めて全クライスをフランクフルトに招集して開催された帝国クライス会議には、しかしオーバーザクセンクライスが欠席し、ニーダーザクセン、ニーダーラインの両クライスはクライスの委任を受けていない代理人を出席させただけであった。 クールラインクライス以外の出席したハチクライスは、シュバーベン提案に基づき協議を行い、フランクフルト草案をまとめ上げた。一方、クールラインはこの帝国クライス会議を無効とし、この問題を帝国議会で検討することを主張した。残るハチクライスはこれに反対し、この結果、翌1555年にアウクスブルクで、 帝国議会と帝国クライス会議を両方開催することとなった。そして皇帝カール5世の判断で帝国議会で審議されることとなった。1555年のアウクスブルクの帝国議会は2つの重要な決定を行った。アウクスブルクの宗教和議と呼ばれる宗教平和令と帝国執行令である。1552年のパッサウ条約に従い、 宗教平和令が先に審議された。審議方法には三部解別方式が取られた。この方式はプロテスタントには有利に働き、アウクスブルクの宗教和議が成立したが、帝国執行令の審議にも同じ方法が適用された。三部解別方式は伝統的な選定公有意の審議方式であり、この結果最終的なその内容は、 叩き台となったフランクフルト総案に比べ、選定校優位に配慮したものに改変されていた。帝国執行令とは、アウクスブルク帝国議会最終決定の31条から103条の73箇条を言う、以下、うちは条文の番号を示す。小規模の平和破壊活動への対処、編集帝国執行令では、平和破壊活動の危険因子として、 特に傭兵への注意を喚起している。条文の中には、傭兵に対し宿や飲食の提供を禁じる項目があり、また、主を持たない騎兵や不評は、帝国内に滞在してはならないとの規定もある。ただし、これらの兵力が急合することを阻止する任務は、第一に帝国盗賊にあるとし、初期段階ではクライスの問題とする以前に盗賊が、まず処置を行うことを求めている。 その上で、これが不可能な場合に、初めて所属クライスの長官、補佐官に援助を要請するよう定めている。クライス単位での援助が必要となった場合、当該クライスの長官、補佐官は、これを肯定に文書で速やかに報告する。長官、補佐官の要請があった場合、盗賊は無条件に、それに応じなければならない。クライス盗賊は、 各自の評価額に基づき一旦二分の騎兵不評を派遣する。援助規模は帝国大庁に基づいて算出する。クライス盗族は評価額に応じて定められた以上の援助を行う義務はない。最後の条項は、長官、補佐官の権限が突出しないように制限を設けたものである。近隣クライスの協力、編集要請を受けた長官、補佐官が、 自らのクライス単独で対処することが困難であると判断した場合には最も近い2つのクライスに援助を要請できる。3つのクライスでも対処が困難である場合、3つのクライスから最も近い2つのクライスに援助を要請できる。いずれの場合も援助を要請されたクライスはこれを拒むことなく援助に関する協議に応じなければならず、皇帝への報告が義務付けられる。 この場合、遠征あるいは作業に要した全費用は、帝国クライス全体で負担する。さらに大規模な破壊活動への対処、編集5つのクライスでも対処が困難なほど大規模な破壊活動の場合、5つのクライスの長官、発作官は、帝国大書機長マインツ大司教に文書で連絡する。マインツ大司教は、前線帝行及びオーストリア大抗、ビュルツブルグ司教、 ミュンスター司教、バイエルン大公、ユーリヒ大公、ヘッセン法博、バインガルテン・オックハウゼン修道委員長、フィステンベルク博、ニュルンベルク氏、ケロン氏をフランクフルトに召集する。さらに、マインツ大司教は、5つのクライスの長官、補佐官の報告及び召集した会議について皇帝に、報告する。召集を受けた上記の帝国盗賊は本人、または、全権委任者を、 皇帝は委任官を会議に派遣し、対応を協議する。会議に参加した帝国盗族は会議結果を愚心として取りまとめ、皇帝の委任官と意見調整する。他の5つのクライスに援助を要請することが決した場合、要請を受けたクライスは、直ちにそれに応じる義務がある。援助要請が5つ以上だが全クライスにまで及ばなかった場合は、出費の半分を、 帝国クライス全体で負担する会議で全住クライスの兵力でも対応ができないと結論された場合この事態を皇帝及びローマ王に報告する皇帝及びローマ王は選定皇の同意を得た上で帝国議会を直ちに招集するこの部分はフランクフルト草案から帝国執行令で大きく変更された場合で大規模な破壊活動に対する対処では 選定校であるマインツ大司教に対策会議の招集権があること、皇帝は委任官を送ることしか権限を持たず、帝国議会の開催も選定校の同意が必要であることなど、選定校の権限の大きさに対して、皇帝のそれが極めて小さく抑えられている点が特徴である。クライスの組織として、長官、補佐官、工事事項担当諸公が登場する。長官、補佐官、 編集各クライス1名が盗賊により長官に選出される。長官は必要に応じて数名の補佐官を任命できる。長官が一人で職務を遂行できない場合は代理を任命することができる。長官自らが平和破壊活動を行った場合、あるいは職務不履行の場合は補佐官のうちの一人が長官の代わりに事態収集に当たる。長官の免職。 改選の権利はクライス盗賊が有する。これらの条文から明らかなように帝国執行令ではクライス長官の任命、悲免権は完全にクライス盗賊が有していた。長官の報酬については工事事項担当諸行が長官となった場合は無報酬とすべきである。補佐官については帝国盗賊以外から選出された場合には報酬を受け取るべきであると記されている。 長官は、クライス内の平和破壊活動への対応を補佐官と協議して、クライス盗賊に援助の詳細を通知する。長官、補佐官は、まだ攻撃が生じていないが、将来危機となるような事態に対しても対処すべきである。長官、補佐官は、帝国追放令の執行を行う。これらの条文から、長官、補佐官は、将来起こりうる危機に対して、 あらかじめ対処することが可能な強い権限を持っていたことがわかる。ただし、73条では他の盗賊に対する優越性を不当に用いてはならないとも今占めている。工事事項担当書行、編集工事事項担当書行の具体的な権限については帝国執行令では何も記されていない。実際にその任務は皇帝や帝国議会とクライスの連絡を司り、 クライス会議の招集権を工事事項担当諸行が有していたと考えられている。クライスの中心的役割を担うポストであり、例えば、シュバーベンクライスでは、ビュルテンベルク公とコンスタンツ司教が世襲するといった具合に常に有力な盗賊に与えられていた。また、工事事項担当諸行と長官は同一人物であることが多かった。その上、 1654年には長官に与えられていた権限が工事事項担当諸行に与えられてもいる。クライスにおける会議、編集クライス会議は工事事項担当諸行が招集権を有するクライスの決議機関で全盗賊が参加し身分ごとの部会に分かれ協議を行った。部会の平成はクライスごとに異なっていた。評決は各盗賊が一人一票と投じた。 一方、クライス軍事評議会は、有事の際に、クライス軍の召集や他のクライスへの援助要請を協議する目的で、クライス長官が召集した長官及び補佐官の会議である。また、中華問題制度整備のための中華問題審議会が、各クライスで年に2回開催されることになっていた。1563年、ビュールツブルグ市教と、所領問題をめぐり対立した。 ビルヘルムフォン・グルムバッハがビュルツブルグを奇襲し、占拠した。これに対して皇帝フェルディナンド一世は、グルムバッハに帝国追放令を発した。しかし、これを受けたフランケン・クライスは、二人の工事事項、担当諸公であるバンベルク主教とブランデンブルカ編教博との意見調整がつかず、具体的な行動を起こすことができなかった。また、 隣のシュバーベン・クライスでは1564年1月にクライス軍事評議会を開催したが、この時にはすでに皇帝からマインツ大司教を経由して、帝国代表者会議が招集されており、軍事評議会を義務付けた帝国執行令の機動力が問題となった。ただし、帝国執行令に従えば、帝国代表者会議の開催要請は、フランケン・クライスの長官、 補佐官からマインツ大司教になされるべきであり、厳密には違法行為であった。皇帝がこの問題に積極的に介入したのには、この機会にクライスに対する皇帝の発言権を強化しようという狙いがあった。この会議では、といった改定を行った。皇帝は3については、常備軍を、4については皇帝への届け出を、さらには帝国代表者会議を皇帝が招集できるような、 改革を望んでいたが必ず、むしろ、クライス長官の権限を強化する結果となったのである。グルムバッハの降伏を受けて開催された1566年の帝国議会では、改めてグルムバッハの帝国追放が確認され、オーバーザクセン、ニーガーザクセン、フランケン、ベストファーレンの4クライスと先に認められた皇帝機下の騎兵が、その執行に当たると定めた。その上で、 クライス長官の権限をさらに拡大している。プファルツノイブルク公、ボルフガング1564年、プファルツノイブルク公、ボルフガングは、事業を通過し、ニュルンベルクとアウクスブルクを結ぶ、通商路の関税を突然3倍に引き上げた。この関税引き上げは1566年には、皇帝の認可も得ていた。これにより、この流通路の経済圏は、流通が届り、 深刻な経済的打撃を受けた。基本的に貴族と兵士と農民からなる諸工業に比べ、商工業を中心とする帝国都市で、その打撃は大きなものであった。とはいえ、帝国都市単独では有力諸公のプファルツノイブルク公には対抗し得なかった。そこで、この関税引上げが乱と平和を生み出すものであり、帝国クライスの担当問題であるとし 帝国クライスに諮ることとした。はじめ諸行はこれを、乱と平和の妨害行為であるとすることに難色を示したが、帝国都市の熱心で粘り強い説得により、これをクライスの問題として取り上げるに至った。しかし、帝国クライスは、独自の裁判刑を持たず、帝国盗賊領内の内政に干渉することは、できなかったため、通称オロエンセムの帝国クライス、すなわち、 ニュルンベルクが属すフランケンクライス、アウクスブルクが属すシュバーベンクライス、プファルツノイブルクコーガゾクスバイエルンクライスは、1566年4月に、共同で、この関税引上げが不当であると皇帝へ及び、先帝国に訴え出た。これにより、帝国クライスは、治安維持の範囲を超え、政治的に乱と平和維持に関わることとなった。クライスは1567年2月以降、 頻繁に合同クライス会議を重ね、皇帝、選定校と粘り強く交渉を続けた。その結果、1571年4月に皇帝からプファルツノイブルク公の新関税に関する文書作成に過ちがあった旨の文書を引き出し、1576年のレーゲンスブルク帝国議会において不当な関税特権の乱用に対する警告が発せられた。こうして、 クライス会議は徐々に帝国行政に関与していくようになった。オラニエコーウィレム一世アルバコーフェルナンドアルバレスデトレド1568年、ヨグノー戦争の一時終結により、解雇された大量の傭兵がフランスからドイツ南西部に流れ込むことが予想された。シュバーベンクライスは、この時代への対応を皇帝及びクールラインクライスと、はかり、 帝国代表者会議を開催し協議することとした。また、帝国北西部では、オラニエコーウィレムイッセイとアルバコウ、フェルナンドアルバレスデトレドの間で戦闘が始まった。ベスト・ファーレン・クライスは、この事態に対し近隣クライスに援助要請を行ったが、防衛機能を与えられていない帝国クライスに、 アルバ号への対処が可能であるかという点が問題となり、やはり帝国代表者会議で図ることとなった。こうして開催された1569年の帝国代表者会議では、フランスからの傭兵への対処として、総司令官を設け、皇帝マクシミリアン2世がその任に当たった。クールライン、フランケン、バイエルン、シュバーベン、オーバーラインのごクライスに兵力提供を、 残りの5クライスに資金提供を求めた。こうして皇帝は期限付きの緊急措置としてではあったが、帝国クライスを自らの管理下に置くことに成功した。その後、フランスで再び内戦が始まり、傭兵による暴力行為の危機は去ったとして、この決定は実行されなかった。一方、対アルバコ問題については、 結論が得られず、総司令官設置問題とも合わせて1570年のシュパイアー帝国議会で協議することとなった。1570年の帝国議会では、以下の決議がなされた。マクシミリアン2世は、前年の緊急措置を永続的なものにしようと画策したが、その目論みは成功しなかった。しかし、1555年の帝国執行令に比べ、 皇帝の帝国クライスへの介入は拡大していった。なお、総司令官についての規定は盛り込まれなかった。皇帝ルドルフ2世1580年代には、トルコ戦争が激化し、戦費が逼迫したことから、皇帝ルドルフ2世は、帝国盗賊に施設を派遣し、個別に資金調達を試みた。ザクセン選定校は、この援助要請を、オーバーザクセンクライスのクライス会議にかけた。 また、ニーダーザクセンクライスもクライス会議で戦費の提供に応じることとした。この頃、皇帝の側近であったヒルゼンやザルツブルク、大司教ディートリヒは、それぞれ異なる見地からではあったが、対外戦争に対し、帝国クライス会議を利用することを提言したが、いずれも実現はしなかった。しかし、決定に時間がかかる帝国議会を避け、 諸問題を帝国代表者会議や帝国、クライス会議に関する動きが現実にあり、同時に帝国クライスが対外戦争にも関与すべきだという風潮は確実に熟成されつつあった。1594年の帝国会議で帝国議会では対トルコ戦争援助問題のみを議題とし、これ以外の議論を帝国代表者会議に関することが決した。また、 この帝国議会で決したタイトル湖戦援助の一部について各クライスに提供要請がなされたが対外戦争は管轄外とした帝国執行令を根拠にことを唱えたものはなくバイエルン、フランケン、シュバーベンクライスは合同会議を開催し実際の援助提供を決議している。1598年にはこれにニーダーザクセン、オーバーザクセンを加えた5クライスで 合同会議を開き、危機的状況になった場合にはという条件付きで、さらなる予備軍の派遣を決した。その上で、実際に派遣する際には、帝国執行令に沿って、タイトルコ戦争援助問題を協議することを取り決めた。ついに、対外戦争についても、その法的根拠の整備を行う方針が、厳明されたのである。ザクセン選定校、ヨハンゲオルク一世。 三十年戦争も参照三十年戦争ではカトリック・プロテスタントが混在する状況にある帝国、クライスはクライス内の平和を最優先に掲げ中立を保とうとした。そしてこの試みは三十年戦争の中頃までは有効であった。しかしスウェーデンが参戦しその圧力を強め始めたことで状況は変わっていった。1631年。 ザクセン選定公、ヨハンゲオルク一世は新教派党族を集めたライプチヒ同盟を結成し、スウェーデンにも皇帝にも加担せず、中立を保つことを宣言するとともに同盟軍を組織した。この同盟軍は、シュバー・ベン、フランケン、オーバーザクセン、ニーダーザクセンの各クライスから帝国執行令に従う形で徴兵された。しかし、カトリック教徒同盟軍が、 ザクセン選定校領を侵攻し、選定校がスウェーデン軍を頼った時点で中立は破綻した。また、バイエルンクライスは自衛のためのクライス軍を組織したが、1632年にはスウェーデンのミュンヘン侵攻を許してしまった。リ戦ッツェンの戦いでのスウェーデンの勝利を受けて、南ドイツ4クライスのプロテスタントの帝国盗賊は、1634年にスウェーデンとハイルブロン同盟を締結した。 ここでも兵の提供は帝国執行令に従って行われた。ネルトリンゲンの戦いでスウェーデン軍が敗れたことでこの同盟は解消された。一方、1637年に皇帝が膨大な軍勢を徴収しようと企て、これに対抗するためにケルン戦抵帝フェルギナントを中心にクライスが共同戦線を張って中立を保とうという動きがあった。 1648年のベスト・ファーレン条約及び1654年の帝国最終決定は、1555年の帝国執行令を再確認したに過ぎず、内容に新規性は見られなかった。しかし、1663年以降、帝国議会が単なる情報交換の場と出し、永久帝国議会と揶揄を含んで呼ばれるようになったのに代わって、クライス単独で、 ラントの、あるいは合同クライス会議を介して、広域の、さらには、帝国全体の行政運営の実態を、帝国代表者会議と並んで、担うようになっていった。ルイ14世の知性は、フランスからの圧力が強まり、地理的に近い帝国クライス、すなわちベスト・ファーレン、オーバー・ライン、クール・ライン、シュバー・ベン、フランケンといったクライスに、対外防衛力としての結束を強化する。 必要性を自覚させた。1651年以降これら、西部、南部のクライス間で、防衛同盟を形成する動きが見られた。1680年代から1690年代に、多くの同盟が結ばれ、1697年には、上記後クライスに、バイエルンクライスを加えた6つのクライス間で、永続的な連合が結成された。しかし、スペイン継承戦争で、 バイエルン選定公国がフランスと同盟するなど、その求心力は低下していった。帝国クライス制度は、それでも1801年までは、集団防衛力を維持したが、ブランデンブルクプロイセンの巨大化やナポレオン戦争に対応できず、その役割を終えた。バイエルン公を中心としたクライス。多くの小党族から構成されているが、最大党族であるビュルテンベルク公を中心に、 よく組織されたクライスであり、帝国執行令の原型となったシュバーベン提案を取りまとめた。数多くの中小盗賊で構成されており、クライス内に深刻な宗教対立を抱えていたため、しばしば機能を不全に陥った。ニーダーライン・バスト・ファーレン・クライスが本来の名、フランスに近く、その圧力を受けやすいという地理的条件から求心力となる。 有力諸侯がいないにもかかわらず比較的結束力が強いクライスであった。シュバーベン・クライスと並びよく組織された帝国、クライスであり、帝国末期まで機能した。1512年に新たに設けられた4つの帝国、クライスの一つ。1556年にその一部がスペイン領となり、神聖ローマ帝国を離れたため、クライスとしての実態を持たなかった。 ハプスブルク家の相続量からなる名目だけのクライスで、あって、クライス会議が開催されたことすらない。ブランデンブルク選定校、ザクセン選定校を中心に、その影響下にある盗賊を含め、1512年に新たに設けられた4クライスの一つである。事実上、第24選定校からなる帝国クライスで、他の盗賊はほとんど発言力を持たなかった。ありがとうございます。